どうも、どうもスペースルイヤです。よろしくお願いします。バカ、はい、お願いします。さあ今日なんですけれども、前回ね、僕が J1 順位の予想の動画を出したと思うんですけれども、まあ、あちらの動画がですね、まあ、バズりにバズりまくってですね、たくさんのアンチを生んでしまいましたということでね、僕は懲りずに次はこちらやっていきたいと思います。題して J1 開幕カードスコア予想していきたいと思います。よろしくお願いします。今日も話します。ね、今日も皆さんどうぞ荒れてくださいね。コメント欄同士でね、なんか喧嘩みたいな、なんかいいやみたいなバチバチやってるところであると思うんですけれどもね、早速開幕カードの、スコア予想をやっていきたいと思います。お願いします。はい、では早速、第一節からですね、いきますか。川崎フロンターレ VS 横浜 F マリノスですね。いきなりビッグカードですね、これ。今年2021年はビッグカードから始まるんですね。これ確か金曜開催でしょ。はい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 。ズバリ 2-1 川崎フロンターレじゃないかな。はい、まあ、次行きましょう。もうじゃんじゃん行きますから。僕底辺 YouTuber なんで、もうなんせ尺が大事ですから、長引かないように行きたいと思います。次、札幌 VS 横浜 FC。 これはね、もう 2-0 で札幌ですね。はい、これはもう確実に勝ちます。はい、次、鹿島アントラーズ対清水エスパルスは、3-1 鹿島かな。はい、3-1 鹿島。浦和レッズ VS FC 東京は、2-2 の引き分け。はい、次、湘南ベルマーレ VS サガントス、0-1サガントス。セレッソ大阪 VS 柏レイソル。おお、面白いな、このカード。さあ、2-1かな ?2-1 セレッソかな ?2-1 セレッソ。ビッセル神戸 VS ガンバ大阪。1-0、ガンバ大阪。サンフレッチェ広島 VS、ウェガルタ仙台。3-0サンフレッチェ広島。大分トリニータ VS 徳島ボルティス。2-1徳島ボルティス。ラスト、アビスパ福岡 VS 名古屋グランパス、4-1名古屋ですね。はい、以上でございます。はい、皆さんどうですか。まあまあまあ、いろんな意見あるとは思うんですけれどもね、僕はね、あくまでこういう予想で、まあ、今回今年ね、ちょっとトトやってみようかなと思ってるんで、まあ、今のスコアでね、ちょっとトトやってみて、小遣い稼ぎでもね、していこうかなと思いますね。また皆さんのコメントをお待ちしております。どんどんね、いろんなスコア予想をしてくださいということで、こちらの動画いいと思ったらいいねボタン、チャンネル登録、コメントよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。また明日からね、バイバイ。